神戸電気鉄道レア750系電車は神戸電気鉄道1971年に導入した事業用直流電車である。補線作業の効率化を目的にレール、枕木の資材を輸送する無害電動化車として1971年に川崎重工業で製造された。同年に廃車となったで101系の機器類を流用の上、 車体を新造した吊り掛け駆動車である751と752の2両で固定編成を組む。運転室部分は切り妻構成の全面3枚窓を採用した。運転台の後部には作業員室が設けられ座席が配置されている。車体後部の積載部分には25メートルレール、枕木等の資材の搭載が可能で積み下ろしようとして油圧式のクレーンが 各社に一機ずつ設置されている。また、夜間作業効率化のための作業等が各社に搭載されている。クレーンの操作中は、運転台に作業等が点灯し、車両が起動しないようになるほか、走行中にクレーンが定位置からずれた場合には、自動で非常ブレーキが作動する。主電動機は、 で、101系の廃車発生品であるメガバ MB-146A 型を4個搭載する。800系と同様の出力向上工事は行われていない。制御装置は HB 型で、1両で4個の種、電動機を制御する 1C4M 方式を採用している。制動装置は SME 型非常直通式、空気ブレーキを装備する。空気圧縮機は、 ギア直結式で駆動する DH25 型を補助電源装置となる。電動発電機は MG-303S を各1台搭載している。2両は半永久連結機で連結され、電気的には単独ユニットであるが CP は751に MG とパンタグラフは752に分散搭載する。パンタグラフは752の運転室上に設けられ、 神戸電鉄標準の東洋電気製造製 PT-4209 が装備されている。登場当初は ED2001 系電気機関車と同様に三菱電気製の S-710C を搭載していたが後に交換が実施された。台車も同様にで101系の廃車発生品となる日本車両製造製 D-16 型を 装着していたが、1981年には、新造品となる川崎重工業製のキロワットマイナス33型に交換されている。800系の引退後は、本線走行が可能な唯一の釣りがかり式電車となっていたが、保線用モーターカーの導入に伴って旧車扱いとなり、2013年3月26日付で廃車となった。これにより、 神戸電鉄から事業用車が消滅した。ありがとうございます。